1884年のスタンリー・ヘンリー・モートン・スタンリーはイギリス・ウェールズのジャーナリスト、探検家。アフリカの探検を呼び遭難したデイビッド・リビングストーンを発見した人物として有名。ウェールズ北部のデンビーにて、父・ジョン・ローランズと母・エリザベス・パリーの死生児、ジョン・ローランズとして生まれる。父親が2歳の時に亡くなり、母親が彼の世話をしなかったために、 5歳まで祖父の下で15歳までセントアサフの旧品院で育つ。10歳の頃に母と兄弟が旧品院を訪れたがジョンは誰かわからなかったという。初等教育終了後はナショナルスクールで学生教師をしていた。18歳で新しい生活を求めアメリカに向けて出発し、ニューオーリンズで商人ヘンリー・モートンの養子となり、 ヘンリー・モートン・スタンリーと解明する。南北戦争の際には南軍に参加し、シャイローの戦いなどに従軍した。1867年インディアン和平委員会のサミュエル会パン大佐に誘われ、スタンリーは複数市の海外特派員となった。すぐに、ジェームズ・ゴードン・ベネット・シニアに気に入られ、ニューヨーク・ヘラルドの専属となり、イギリス軍のアビシニア遠征の従軍記者となった。 1869年、ジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニアに、デイビッド・リビングストン創作に加わるように、要請された。スタンリーによれば、手付金が1000ポンドで、成功報酬も同額だったという。1870年10月に、ボンベイを立ち、翌年3月に、ザンジバルに到着、200人以上のポーターを雇ったが、サラブレッドは、チェばチえェに噛まれたことで2から3日で死に、 ポーターも熱帯病にかかり奥が倒れた。探検を続けるためにスタンディーは従者を鞭打った。それから内陸に向かって11月10日にタンガニーカ湖畔のウジジでリビングストーンを発見した。その際に発したリビングストーン博士でいらっしゃいますかは、後にイギリスで思いがけず人と対面した時の慣用句として使われるほど有名な言葉となった。 コモン J.I. ルートルベイ、リビングストーンの差し絵に描かれた、リビングストーンと出会うスタンリー一行1872年7月にイギリスに戻り、ニューヨークヘラルドとデイリーテレグラフに手記を公表すると、スタンリーは詩人として最大級の歓迎を受けた。1873年には、リビングストーンの消息を明らかにしたことに対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。 1874年ヘラルドはデイリー・テレグラフと共同で出資し、スタンリーらはビクトリア湖、アルバート湖を経てアフリカを横断し、コンゴ川の流路を確認した。999日後の1877年8月9日、スタンリーらはポルトガル領であるコンゴ川川口に到着した。356人で出発し114人が生き残り、欧米人はスタンリーのみであった。 冒険期、暗黒大陸を抜けるは、征服業のように描かれた。1876年には、科学的、友愛的な装いをしつつ、ベルギー王レオポルド2世の指摘団体であった、国際アフリカ協会の依頼でスタンリーは、文明化をもたらすという口実で派遣され、現地の市長たちと条約を交わした。しかし、建設した道路は、奴隷貿易に利用され、 王の野望が露見してもスタンリーはその任務に止まった。これらによりご反省のスタンリーは彼の冒険が暴力と残虐に満ちていたという批判に反論するために多くの時間を費やすことになった。スタンリーは野蛮人は武力、権力、強坦、決断しか尊重しない、と主張した。スタンリーは今後自由国建設とエミンパ社救出の際の暴力の責任のほか。 トリパノソーマの感染地域拡大についても責任を問われている。スタンリーはアフリカを離れた後、英国の市民権を得て議会のために働いたが、亡くなった際、今後自由国の権を理由にウェストミンスター寺院への埋葬を拒否された。1889年にはルーエンゾリ山地を最初に目撃したヨーロッパ人となる。それ以前の欧州からの探検家たちは、 産地が絶えず発生している山を覆う雲に遮られ、死にすることができなかった。スタンリーはナイル川の水源をこの産地と判断している。ルーエンゾリ産地の最高峰は、スタンリー産群と名付けられている。1872年のスタンリーとアフリカ人奴隷の養子モントレーで展望者を背にした、スタンリー一行、スタンレー電気の社名はスタンリーにあやかって付けられた。 今後川中流に位置する湖、マレボコの救命であるスタンディープールもレオポルド二世の命によってザイール川を探検した彼の名にちなむ。ありがとうございます。